レバノン料理とは、中東のレバノン共和国で食べられている料理。中東諸国で広く見られる、ケバブのような肉料理もあるが、野菜を使用した料理が、特に豊富である。レバノン料理の特徴として、ごま、レモン、オリーブオイル、ハーブ類、ヨーグルトを使った料理が多く見られる。シナモンやオールスパイスが好んで使用されるが、香辛料の使用量はそれほど多くはない。 シリア料理とは告示しており、隣国の料理とも、ファラフェルやフムスなど、レワノン料理と共通した料理が多くある。チーズ、オリーブ、野菜を用いたメッゼと呼ばれる前菜、または、付け合わせは他のアラブ諸国の料理と共通する。また、同じ口中海東部沿岸に位置し地理的に近い、トルコ料理やギリシャ料理とも共通した要素を持つ。人口の約30%は、 東方天霊カトリック教会、または正教会に属しており、肉や魚を口にできない時の期間に備え、野菜料理が発達している。日本での知名度は高くないが、レバノン内戦を避けて多くのレバノン人がヨーロッパや南北、アメリカなどに移住したため知られ、欧米の大都市ではベジタリアン向け料理やダイエット食として需要が高い。また、切っぺやミハシー、 スフィーハなど一部のレバノン料理が、移住先のブラジル、ハイチ、ドミニカ共和国などの食文化に浸透している。ファラー、フェルタブーリフンムスキッピーマクリーイエファタイルカーク、バクラーワカタイフト、マームールアラックタヒーニの、ソースブルブールスンマーク。ありがとうございます。